4箇所にあり、うち2箇所は男性のみの入室ができませんのでご了承ください。詳しい設置場所は場内案内図やバンテリンドーム名古屋のホームページでお確かめください。スタンド内で
スマートフォンや携帯電話などをご使用の際は打球には十分お気をつけください。皆様、ご理解、ご協力いただきますようお願いいたします。